おはようございます。変な声出ちゃった。おはようございます。すごい可愛い。明日はみたいな声出ちゃった。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい。はい、変な声ですみません。変な声さん。変な声さんです。はい。はい、ということで本日は宮坊さんとゆこちゃんが来てくれました。イエイ。イエイ。イエイ。はい、ということで本日はですねカップラーメンを食べてもらいます。お腹空いてるでしょ。私食べてなくて何にも。お腹空いてるでしょ、うん、そんなお二人に用意したラーメンこちら、じゃん。進撃タンメン東京タンメンこなり。邪魔だ邪魔。すいません。進撃タンメン、そう、進撃タンメン東京タンメン隣のやつですね。で、不当面自宅で、ね、もう朝だよ朝。じゃあ2人にはこのね進撃ラーメンを食べていただきます。タンメンを食べていただきます。タンメンだから。そう、タンメン。辛いの得意ですか？いや、俺はもともとすごい苦手だったんですけど、うん、はい、これじゃないラーメンで鍛えました。なるほどね、うん、毎日辛いラーメンを食べることによって、はい、辛さを克服したと。そうです、はいはいはい、克服できますよ。みんなやってみてねって、うん、真似しないでね。ゆこちゃんは辛いのは？私は基本的に辛さはゼロでいつも食べてます。あ、もう辛くないものを食べる。そう、特別苦手という意識はないんですけど、はい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 、いつも辛いの食べてないんで慣れてないです。慣れてない。なるほどね、はい、慣れてない。ちょっとね、やばいかもね。やばいですかね。わかんないけど、これはじゃあ早速作っていきましょう。嘘でしょ。そうやって開けるんですか？わかんない、こうやって開ける。後ろから開ける。後ろから開けるのはどうやって開けるの？じゃあそんなツンツンはし、え、ツンツンしないの？こうグニャってほじくるというか。あ、そっか。私基本的に、なんだっけ、カップヌードルしか食べないんで、うん、なんかテープがあるんで、ペリって、そう、だからテープでペリってやるのしかあんま食べたことないんで。さあ、ゴミは、どうもどうも。開けて、どんどん開けちゃって作ってください。普通に作ってください。その液体なんですか？俺先これ取るんだけど、取らない方がいいのかな。これ、私取らないもんだと思ってた。あ、取らないかもしれない。そのままあ、お湯を注ぐ前に蓋からお取りくださいって。あ、取るんだ。はい。あ、そうなんだ。よかったよかった。俺いつもそこの手でやってるから、どっちもどっちもか。辛そう。あー、液体する。辛そう。え、この赤いの何ですか？これ、なんだ。え、辛いやつですか？え、何？そう、匂い嗅いでみて、匂いを。あー、香辛料。香辛料の匂い、うん、なんか、そうっすね。あ、もうなんかツンツン匂い。ね、辛い感じ。わーんって。味噌なんだ。味噌ね。ちょっと入れてくれて。 ありがとうございます。あ、すいません。ありがとうございます。いや、楽しみだな。辛いのね。辛いな。私は結構辛いの好きだから。やべえ、待ってたから今あくびしちゃった。これちょっとねペットとかちゃんと。はい、5分経った。はい、食べよう食べよう、ね、食べてくれ。じゃあオープンしていいですか？オープンしてください。しましょう。オープン。あ、辛そうだ。辛そう。色が赤い。あ、でもいい匂いしますよ。いい匂いする？入れます。うん、いい匂いはします。すごい、やっぱラー油だ。そんなそこまで辛くなさそうな。え、なんか味噌入ってる。あ、味噌。ちょっとよくわかんない。この赤いの避けて食べたいんですけどいや、もう混ぜよう混ぜよう混ぜよう。え、混ぜた方がいいんですか？そういうのね、これは混ぜた方がいいよ。混ぜた方が。え、よこちゃん混ぜちゃったよ。え、じゃあ混ぜちゃいますね、うん、これ。あ、混ぜて均等にさせるみたいな感じですか？そうでも箸についたさ、色がもうなんか辛そうな。そう、赤い。こんな感じですかね。あ、もうお腹ペコペコだからすごい美味しそうに見える。いや、美味しそう。はい、ちょっとね、二人とも食べちゃおう。はい。お上がりよ。すごいな、なんだっけそのアニメうわ、なんだっけ、どう忘れした。お上がりよ。あの、食卓の相馬。じゃあ食撃か食撃じゃあ食べちゃっていいですよ。私じゃあお先にいただいちゃいますね。すいません。全然。じゃあ、え、なんか分かんない量が。あ、あ、なんか飛んじゃった。よし。白い洋服だから飛ばないように。あ、確かに。あの、持ってね、持って食べると。言っといてよ。言っと、ごめんそれはマジでごめん。じゃあいただきます。はい。うん、どうすか。あ、いける。いける。おいしい。辛くは？ピリ辛。なんかね、なんかわかんないけど、1から5辛の中だったら3ぐらいかなっていう。あ、まあ普通に辛いなっていうイメージです。
ちょっと、じゃあ僕もいただきます。ね、宮坊さんも食べちゃってください。いけるかも。あ、辛い。辛い。でも辛い。あ、でも熱い。体がもう熱い。早いね。いただきます。さあ、辛さを克服した宮坊。すげえ苦手だったんですけどね。なんかわかんないけど、目が見開く。あ、もうカットなってるね。うん、いっぱいいきます。あ、強くにジャブンつけます。ジャブして、熱いのに当てますよ。猫舌。あ、ちょっと辛いかもしれない。うまい。あ、うまい。うまい。でもこれ結構辛いっすね。辛い。うん、結構辛いと思う。これどのくらいの辛さですか。そうだな、いつも食べるラーメンよりは、いつも食べてるよりも速さ、早い、辛さが早く来る。そう、口に入れてから早めに来るような辛さ。へー。じゃあ結構あの辛さの刺激は強いんだね、やっぱり。結構強いと思います、うん、なんか長引くような辛さじゃないね。あ、なんかもうすぐ辛くなって、辛くなってすぐなんか結構俺は遅まる。あ、そうかもしれない。あ、分かる、そんな感じ。そうそうそう、そんな感じです。そう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 。でも辛いのがちょっと苦手だなっていう人とかの方がおすすめだね、これ。あ、そうかもしれない。私に優しいかもしれない。ね、多分ヨコちゃんね、ぴったりなね、うん、ラーメンだと思う。おいしい、おいしい。あ、汁はね、あ、味噌だね、まず汁。あ、味噌風味ですごく美味しい。味噌。味噌って書いてあったもん。で、辛さはね、宮坊さんが言った通り、口に入れた瞬間、あのズズズって飲んだ瞬間に、あのピリピリピリってくる。そう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 。あの、私の辛さの、あの表現、すごい柔らかい感じで言ってるかもしれないけど、普通の人だったらちょっと普通に辛いってなると思う。そう。私はすごいピリピリ。これ、食べ終わるまでの動画ですか。いや、途中で私が切る。うん、そう。どうぞ、食べててください。食べててください。じゃあ、いただきます。はい。え、これうまいなぁ。普通に美味しいっす。普通に食べちゃってください。でもなんか二口目がいけない。いけない。なんかわかんないけど、ちょっと辛さが、そう、なんか何だろう、二口目を、あ、じゃあ意外と辛いは辛いですね。そう、なんかそうかもしれない。なんか二口目を行こうと思え、なんか怖くなっちゃう。自分、そう、自分から行こうと。あ、じゃあもう本当に辛いのが苦手な子は、まあ、まあちょっと量は食べれないかもしれない。でもね、ちゃんとね、美味しさの味がわかるよ。美味しい、美味しさの味がわかるから、うん、味も美味しい、うん、まあ、辛いのが苦手な人はこれから慣れていくのもいいかもしれないですね、という一品だな、うん、そうっす、気がします。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。昼ご飯これ食べてみてね。明日の7時にお会いしましょう。いってらっしゃい。いらっしゃい。